メだね、全然ね、うまくいかない。でね、また違う方法考えます。早いけどね、直接回るタイプにね、したいと思います。早すぎる。ちょっとやってみたいと思います。ここね、あともう一回固定します。ただね、結構ベタってくっついてる感じで、ちょっとね、どんな感じになるかね、回してみたいと思います。こうね、固定すればどうですか、こんな感じ。なんかね、先がちょっとね、見えてきました。頑張ります。とこういう段をね、つけておかないと、中でね、ガチャガチャ回転しませんので、ガラス瓶、じゃあこれね、電池じゃなくて AC、3ボルトで使えるね、このジャックでね、ちょっとここにコンセントつけたいと思います。中にね、ひだをつけて、中のものを動きをしていきます。
今のねこの摩擦の部分が、ゴム輪ゴムをねかけてるだけなんで、ここをね芯棒の方に、自転車のゴムみたいなやつをねうまくつけたいと思います。あとはこれがね、10円玉が綺麗になるかならないかまた別の機会に、やりたいと思います。バレル研磨機ねできたということで、これでね終わりたいと思います。じゃあねどうもありがとうございました。今回のねバレル研磨機、ちょっとねなんだかまだまだね改良の余地はありますが、これでひとまずね終わりたいと思います。今度ねお金がピカピカになった動画ね、撮りたいと思います。それではね最後までご視聴ありがとうございました。またね次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。